40イニング目に得点した時の柳の顔。中日の連続無得点イニングが39でストップした2点を追う7回西に売りで、石川昂弥内野手が右前的自打を放ち、2走菱江戸が生還した。3試合連続無得点だったチームに5日阪神戦の7回の細川の21号ソロから無得点が続いていたが、4試合ぶりに得点、チームワーストは55年の44イニング無得点だった。あ、点入った。石川無得点終わった。ぬるっと点入ってくさ、中日上げてきたな。1点取ってなおビハインドなのに1点の代償で3アウトになってるのが芸術的。おめでとう。得点が入ると記事になる球団。逆転しない程度の反撃、実質中日の勝ちか。なお6回2失点の先発柳。柳が死んだ顔して草生えない。アホ草みたいな顔してて草。点が入ったのにリアクションなしとか最低だな。柳ほんとかわいそう。野手は頑張ってるのに2点も取られてんのかよ。チュニドラの先発に求められるハードルは高い。中日ファンだが手取っちゃったかって感じ。どうせならもうちょっと無得点続けてほしかったところがある。しょうがない、巨人のリリーフがゴミだから。点入ってよかったけど、なんか残念。このままいけば解任まっしぐらだったから。普通ならとっくに解任というか、ミスから身を引いてるよ。どれだけ恥をさらしてるんだ。レース的に次に得点するのは9月15の金曜日ですね。